始まりました女帝無双酔いどれ団、4戦目でございます。4戦目はなぜかキャプテンの私カオリッキーが出陣させていただく次第でございますけれども、ざっと、振り返りましょうか。1戦目ミオリン、私奥義カード使ったんですよ、プラスうまいな。そして2戦目、タマちゃん、タマちゃんね3000枚すごい頑張ってくれたんですよ。もう皆さん見てくださったと思うんですけど、で頑張ったのにクソババアが変なカードを使いやがってマイナス3000枚になっちゃったんですよね。でも私はもう1枚カードを隠し持っているのでそれを使うことによってタマちゃんもプラス3000枚にできると、なので作戦勝ち2勝で、前回のミノリンも、大好きな G1 打ってプラスで終わってるんで今まで3人ともプラスなんですよ。もう完璧です、采配通りで。予想、私のそのスタート前の予想では大将は負けるんですよ。でもあの人気者3人のすねをかじって勝ち上がるっていうところまでちゃんとイメージして3人選んでるので、まあここまでは一応予定通りなので、今日はもちろん気合を入れていくんですけれども、抽選番号がですよ75。なんかここのホールさんが結構メインところがもう分かりやすいというか、台数がバンバンバン30、30、30みたいなホールさんなんですけれども、キズナ、ジャグラーシリーズ、パーです。ここの三つどもえみたいな感じになってまして、でまあ朝一からジャグラーさすがに行かないのでパーですか、キズナがメインところだと思うんですけど、まあ行けないかなと。行きたかったなぁ、ハーデスか絆、でもちょっと取れなさそうなんで、そうですね、とりあえずもこの番号なんで中入ってみて空いてる台状況を見つつで立ち回っていきたいと思っております。まあ、せっかくね3人ともプラスで来ているので、このいい流れを止めないように大将頑張って気合い入れていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。それでは早速実戦の方に行ってきます。抽選75番でですね、ほとんどのもうほとんどのっていうかもう前にいる方ですね、ほとんどの方がメインどころに行ってしまいまして、絆メインどころがハーデス入ってると思ったら絆とマドカマギカ初代ですね、ここの2機種だったんですよ。でもう開けたいない状況だったのでだいぶ静かな感じではあるんですけれども、おそらくそこそこのメイン台である番長3から行きたいと思います。番長3打つの久しぶりだな、よく考えたら。最近もうサラバンが好きすぎてサラバンばっかり打ってるんですよ。ここのホールさんでもサラリーマン番長入ってなくて、今日は番長3で。ただ私ほんと勝てないんですよね番長3、どう考えても高設定だろうっていうのを打っても出ない、対決に勝てない。さっきめんこノリオバドミントン、さっきめんこノリオバドミントン繰り返し、ああここで対決いってほしいな。いいよ、いい、チャンス目、締めてどっち、ノリオメンコですよ。はい、
ないんだよな。負け。一発目の対決負け。どのタイミングで移動するかですよね。まだ最時代がある早いタイミングで動くか。32まで。でも朝一だとな、多分さすがに前立腺かかってると思うんですよね。朝一は1台で粘るか。寂しかった番長3の島も気づけば結構稼働してますね。7割動けないぞこれ。行きましたね。22メンク。どうやって勝てんだメンクで。しかない。長い戦いになりそうだ。そして次のゲームで引くって。チェリー子。けませんな。よいしょい。下手くそ。あ、夜行ってる。チャンス目とチェリーを立て続けに引いて商店街夜。まだチャンスはあるってことですね。夜だと違うんですね、背景が左右の。そんなことない？違う気がする。銭湯なんてあったっけ？ねえ、うなぎ屋。うん、釣り具とかないもん、夕方って。てーこんぶんな。来ましたか、俺先生。敗北を特訓。これは仕留めさせていただきたい。いいよ。もう一丁。行かないか。落として。落ちるか落ちないかでだいぶな違うんだけどな、自分の。あれ早くない？いつも喋ってると何ゲームか分かんなくなるんですよね、カウントしてて。でも15いってなかった気がするんですよね。13か14ぐらい。まだら。あれ？負けんの？お、いいっすね。リップ頼むよ。一回もベルが引けない。はい、はい。下手くそか。対決敗北後特訓行ったんですけれども、ダメ。下手っぴだな。未だに一度も対決中にベルを引けて、まあでもこれいつも通りなんで、はい、全然。ひとまず今言えることは幸先は良くない。下手になんか移動するより一台で粘った方がいいのかな。あと6ベルで天井。もう天井まで行ったらやめですね。やめた後なんだよな、どうするか。ここで引っかかってくれればいいんですけど、対決が苦手な私は
リセット天井まで行きそうな気しかしていないのと、何が壊れてリセットされていなかった時です。絶望ですよ。リセットされてなかった瞬間。やっと来た62。いやーもうこの対決で勝たせてしんどい。おー、まあ結構負けんすけどね頼む。上がったのに反射神経なさすぎるでしょ。はーいはーい、つらい、特訓に期待。よいしょ、ゴトゴト当たりました。あ、バカな子、なんとか天井まで行かずに済みました。95、投資が16,000円。長かった。695ゲームでございます。残ってた。96秒、696ゲーム当たりました。伸ばそう、16,800枚ですね。ひとまず下皿満パン目標に。さっき変更ですよね。ベル、せめてベルを引かせて。よしよし、でも白でもカードは車もういっちゃう。投げます。よし、青かー、もういっちゃう。はい、まあ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 、最悪の事態は免れましたね。対決いかないっすね。重い。終わる？ベル取れなさすぎて枚数がめちゃくちゃ少ない。チャンス、終わりました。はーい、枚数少な、152枚。2セットですね。16,000円使って152枚、全然足りない。しかも32だから14か。あと俺取ってやめますか。はー、しんどか。あおるちゃん、さすがに落ちないっすね。あれ、とにかく引いたな、ベルト。おーい、シャイ、俺の歴史に。これはいただきましたよね。戻した。
52ゲームです。全く期待していなかったのに。ありがたい。これはありがたい。いやー、助かった。首の皮1枚つながりました。チャッピーさんがいいっすよ。 MB バーン、いった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 、うー赤いただいた。おいしょいしょいしょい、持ってきました。ああ弁当、あ違いました、青持っておいで、ボタンないから出てくるでござん。トレビアン、いやーなんか終わりそう。またダメっすね。また2日目で終わるのか。ラッキー、目に見えるストップなかったんですよ。クリアしました。さあ3日目、ボーナスが欲しい3日目です。よいしょい、お大事に入ってくれるけど対決でやれていない。岩尾とか、岩尾とか、お、まだらなら、しもみお願いします。まびなし、いいよ MB、 ポーン、言わない、白か、よし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 、勝ちました。団長ボーナス、これは非常にありがたいですね。助かった。投資家さんじゃってるんで、もういかに出すかですよね。はい、あかんなんな、団長ボーナス、誰にしようかな。順番子で、順番子で行こうと思って、だいたい最初にトドロキを選ぶんですけど、まあ一周することあんまないっていう、それほど意識が弱い。14個、表示引き継ぎですね、ただ534枚 BB は引いたんですけれども、投資分はまだ回収できない。道のりが長い、戻せないかな。チャンス目だ。ART 中に欲しかったな。
パウル先生、チャンス目から11ゲーム。静かだな、特訓が。ここしか落とせなかった。ここ耐えればダメか。はい、耐えた。弱いっすね。メンコ、あれ、なくはない、引けない。めちゃう。引けない。お。ばあ、いった。勝ちましたね。意外と終わらない。ありがたいな。意外と800枚目指せるかもしれないですね。投資分。いいぞいいぞ。大丈夫ですね。あ、仕切り直しよ。4ゲームいきましたね。よしよし、ありがたく。青だけど1個は大体乗せてくれるんですね。伸びないですね、ART が。ここでチェリー、MB チェリー。終わり。3回引いてんだけどな、初当たり。トータルで671枚。まだいかない、投資分の回収に。まあでも粘ってる方だと思います。一発目が壁戻し、二発目はおそらくチャンス目から11ゲームで特訓でしたよね。となるとまあチャンス目かなっていう。ただ引き戻しの可能性もなくはないのかな。ちょっとやめにくくはなってはくるんですけど、粘るにもちょっとあれですよね。32超えるし、ひとまず32まで回します。悩ましいな。やめるなら今なんだよな。引き戻したのがちょっと引っかかるけど、6ではないもんな。6ではないし、偶数っぽいってなると2か4を打ってなった時にあんまりうまみはないじゃないですか。しかもちょっと番長3の島が活気がなく、みんな結構やめちゃってるんですよ。なので深追いはちょっと怖いかなっていう。移動したいけど、ちょっと何がどんな状況なのか把握できてないので、ひとまず店内の方ぐるっと見てこようと思います。いやー、なんかでも全てを加味すると、私が今打ってる番長3を追うのが正解なような気がしなくもなくなってしますね。1じゃないけど2ってこと。ダメだ、追えない、これ以上。飲まれます。
番長ソリ、あ、遅れた、早い。パチンコを打とうと思っていたんですが、転生打つのが一番いいんじゃないかなって思ったんですよ。結局今私の投資が1万9000円で、実際この勝負、その女帝無双に関しては今日の私の立ち回りだと2万負けようが5万負けようが結局一緒なんですよ。マイナスになりようがないので、ってなると攻めていいのかなって。転生北斗の拳の転生の513番台1回打とうかなって悩んで結局打たなかった台なんですけれども、今1万9000円2万円目でいくつだ、992、天井まで追うしかないですね。もう B 天井過ぎてるんで長い戦いになるかもしれませんが、一発逆転を狙うにはおそらく今日の展開的に状況的に転生打つのが一番得策だと思うので、この台に全てを託したいと思います。通常 A 次のゾーンが1089から1120の解除振り分けが 10% あるんで、そこで解除してくれたらラッキーですね。転生は結構打ちましたよ。千賀べし転生は初打ちで万枚出たんです。だからいい思いをしたっていうのもあってそこから結構打ったんですが、詳しいことはもうだいぶ忘れてしまった。追加よく落ちる。白勝っちゃう。おお、いった。よし、ラッキー。スイカですね。スイカから天波行きました。天波継続欲しい。70ないか。青、まあないっすね。連勝3発ぐらい来てくれればね、いきますよね。しょぼい結果で天波が終わったとしても。勝負リップから今11件目。よし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 、勝負リップかな、連勝かな。黄色になりましたね、帯が。いいですね。あー、青、ラッキーリープで50、そして継続ないか。青、まだダメそうですね。まあ着実に近づいております。1277、あと300いっちゃって。じゃん、あ、いいね、これで天波でしょ。はい、天波、よいしょ、ありがたい。今1296、阿部氏帯黄色、近い近い。よいしょ、30。天波継続がない。青、まだダメか。1371、ひとまず連勝でもう一発天波をください。ここまで来たら最終分まで行ってくれた方がありがたいですけどね、恩恵あるんで。1521以上余ればエティレベル3は4ですよね。
でもそんなとこまで行ったことないもんな。天井の恩恵は受けたことがないんで、その手前でやっぱり当たっちゃいますもんね。ランプあってリプレイ当たるわ。ケンスさん当たりますね。そんな薄いとこ引けないわ、最深部なんて。はい、ここですね、当たるのは。ああ、もう一回定め、この台7000円。あちち求めてないんだけどな、今は。当たりますね、ここで。お、赤かった。あ、いきなり本気や。いつも攻撃しないケンシロウさんが、そしてデビルリバースが、はい、当たりました。1479ワベシ、総投資が27000円。この台で8000円ですね。北斗揃いとかしないかな。早っ。はい、なーに色だ。青。もう下手したらラストチャンスの可能性もありますね。これでいかに伸ばせるか。いくぜ、激闘。ないか。まずは勝負玉を食べましょう。2桁持っていけたら最高なんですけどね。さすがに厳しい。混合スタートで4個か。ダメか。はい、4個です。つらいな。5個あるとなんとなく、まあ、平均5個じゃないですか、1回倒すのに。っていうのでちょっといけそうな気がするんですけど、4個でちょっと怖いな。まあ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 、行きましょう。お願いします。悪くないよ。ないか。まだだ。ないか。あと2個。どうせ死んでてくんでしょう。せめて勝負リプ引かせてちょうだい。やれる気しない。お願いします。ナビなし。おっ、 33% ですよね。おっ、危な。 33% だっけ。ジャック、どっちだったか、ちょっと忘れちゃいました。危ない。ギリギリ0個です。ここから貯めないことには。これがたまんないですよね。お情けの1個で行って終わるってパターンも全然ありますけど、この1個は大きいはず。お、いいね。1個、また4個か。なかなか5個目の壁が高い。まだ終われない。くわ。貴重な1個分。最後の最後し。はい、終わり。やれなかったっすね。283。ない。
足りない。1350枚必要だったんで、1000枚以上も足りないです。わかんないですね、まだ可能性は。もしかしたら天国行ってるかもしれないし、期待します。やっぱりオープニングで言った通り、人気者3人のすねを恥じる展開になりそうな気がしてきた。ただよく考えたら、酔いどれだなんて言ってもミオリンはそんな別に言うほどお酒は飲まないんですよね。言うほどっていうか、多分私とタマとミノリンの狩猟とミオリン、ややこしいですね、サワちゃんの狩猟と我々3人、タマ、ミノリ、カオリの狩猟がちょっと違いすぎるのと、まあ酒癖の悪さレベルもミオリンだけだいぶいいというか、そんな泥酔してるのを見たことがなくて、可愛くなんか酔っ払っちゃったっていうタイプなんですよ。でもタマとミノリンと私は暴れるタイプ、酒癖は悪い。私もやっぱ年取るにつれてすごい酒癖悪いんだなって自覚するようにはなってきたんですけど、はい、やっぱね、タマが最強だと思うんですよ。ジョーンスリップ、タマの武勇伝いっぱいあるんで、酔っ払った時のそれが本当に面白くて、ぜひ知りたい方はね、 DVD とか紙面なんかを読んでいただければ、ちょこちょこ登場するんで、タマの酔っ払った時の武勇伝エピソード、これが面白くて、さすがにタマにはかなわないなって思ってます私は。まあ叶いたいとも思わないんですけど。でみのりも最近そんなにすごい酔っ払ってるところを見てない。やっぱみんな年ですよ、昔みたいに飲めないから。まあでも勝ったら祝杯ですね、4人で泥酔ですよ。みんなで次の日、休みの日に、ほんと二日酔いが怖くて飲めないね最近。仕事の前の日は深酒はできないです。もう二日酔いで仕事したくない、辛すぎて。だからだいぶそういうのは抑えるようにはなったんで、大人にはなりましたね。128超えちゃったよ、寒い、いろいろ寒い、財布も寒くなりましたし、なんでコート着てないでエンディング撮ってんだろうっていうこの寒さ。明日雪らしいですよ予報は。ということで、実践が終了いたしまして、投資3万9000円回収ゼロ、収支がマイナス1950枚ということで、まあ完全に私が流れをぶった切りました。酔いどれ団のすごくいい流れを完全にぶった切ったんですけれども、まだまだですよ、まだ残してますから皆さんね、熱い戦いがまだまだこれから繰り広げられますから、まずは誰か、乙女塾さんが、ポコポコ団ですか、そこのチームの誰かには1950枚以上、誰か負けてくださいじゃないとちょっとやってられなくなるので、誰か負けてもらって、そして、我々の、なんだ、酔いどれ団、未だに名前が覚えられないな自分ですけど、酔いどれ団が残り2000です。次がみのろさん、みのりんが残ってて、で最後負け頭かおりが大将戦もう一回やるので、いやでもよかった、ルール的にマイナスにならない制度で、これマイナスに、多分マイナスになるってなってたら転生いってないと思うんですよ。結局2万負けても5万負けても一緒なら一撃まくろうと思って転生いったのが全ての失敗だったんで、まあしょうがないですね、もう悔やんでも戻ってこないです。それではですね、女帝無双まだまだ、この先も続きますので、最後まで、ご覧いただければと思います。結末の方もぜひ見届けてやってください。それではまたお会いしましょう。さよなら。